レイチェルゾーはアメリカ合衆国のファッションスタイリスト。セレブリティ、ファッションハウス、広告代理業者、雑誌エディタで働くことで知られる。2008年にブラボーで彼女のリアリティ番組レイチェルゾープロジェクトが放送開始された。レイチェルゾーローゼン体クとして生まれた。ジョージ・ワシントン大学で社会学と心理学を学ぶ。 スタイリストとして働く以前は雑誌ゴッサムと YM に勤務した。ゾウはスタイリストとして過去にキャメロン・リアス、リンジー・ローハン、ミーシャ・バートン、ニコール・リッチー、キーラ・ナイト・レイを担当した。現在のクライアントにジェニファー・ガーナー、ケイト・ハドソン、ケイト・ベッキン・セール、デブラ・メッシング、デミ・ムーア、ジョイ・ブライアント、モリー・シムズ、エヴァ・メンデス、アン・ハサウェイがいる。 メディアは、ゾウが、クライアントの体重に影響を与えていると疑った。彼女はそれについて、以下のように答えている。私が痩せているからといって、彼らのスタイルや、何を食べるかに影響を与えているというのは公平じゃないと思うの。私がメキシコから痩せ薬を手に入れて、それを配っているという、とんでもない噂があったわ。でも私は一度もコカインをやったことはない。 ドラッグは試したことがないのよ。だって私は自分を厳しく律するタイプなんですもの。像は他のスタイリストとは異なり、クライアントと同じくらい魅力的なドレスをまとって、レッドカーペットの上に現れることで知られている。ペレスヒルトンドットコムのエディター、マリオ・ラバンデイラは雑誌、W で述べた。私が気づいたのは、スタイリストというのは、レッドカーペットに近づくと、 ジーンズを着て変装する努力を意識的にするということだ。クライアントを差し置くことを嫌う。しかしレイチェルは彼女のクライアントと同様に着飾り、リポーターと話す。その他の顕著な共同、2008年9月にブラボーでリアリティ番組レイチェル像プロジェクトの放送が開始された。シリーズは像、彼女の同僚二人、夫のロジャーバーマンの姿を追う。 シーズン2は2009年8月24日に初公開した。ゾウはヴィンテージに感化された入手可能なファッションラインを開始した。それは服、宝石、ハンドバッグと香水を含む。2007年10月3日にスタイル A2 ゾウイザアートオブファッションビューティーエブリシンググラマーというタイトルの本を発表した。 1996年に投資銀行家のロジャーバーマンと結婚。2011年3月23日に男児を出産。ありがとうございます。